屋啓一 A86 一直線。さあ自粛明け、はい、自粛明けは86から始まる。そうですね、はい、皆さんにこの音と全開走行を楽しんでいただく、はい、やっぱり世界中がね、自粛明けをしてきてますから、日本も自粛明けして、この第一発目軍祭で AE86 全開走行をお見せしたいと思います。なんかやってやんの今回は、リアのサスペンションのスプリングを少し柔らかくしてありますね。ヘッド変更をしまして、この路面に合うかどうか行ってみたいと思います、はい、令和初アタックです。タイヤはこんな感じ。さあ自粛明け、コロナの自粛明けは AE86 全開走行でコロナを吹き飛ばす、行ってみたいと思います。まずは1周目です。今回もブレーキングで路面のグリップレベルを確かめます。そしてタイヤを温めつつペースを上げていきます。やっぱこうでないとね、コロナやっつけるぞ。大人になりたいです、まあ、多分俺も同じ系統だと思いますよいつまでも、この世からこのもうあの何ガソリンエンジン車が減っていってもきっと俺も土屋さんの年の頃にまだガソリンエンジンでブイブイやってそうな気がしますけどね。そこをなるべく忘れないように頑張りたいです。さあここからはそのブイブイ走りをたっぷりとご堪能ください。もうやばいっす。86だよ。すげえ車だよね。楽しいもん。本当に本当楽しい。パワーがないトルクバンド狭い、そこを使い切る、こんな楽しいことないよ。まあここまで楽しくするとね、86も何百万もかかりますよ。
本来はここからはゆっくりピットに戻るんですが、なぜか全開に。もううますぎです。バッチリ。谷口乗ってこい。今のは軽く行ってこい。今のは後に僕にくれるってことでよかったですか今の。お前に1000万で売るから。軽く行ってこい。1000万で安いですよ。安い。1500万で谷口に。来てたなこれ。3.5 だよ、3.5。あ、そうか、それ困ったな。これを乗らせてもらえるなんて光栄です。壊さないように気をつけます。だって乗りたそうな顔してたから。トルクあるね。トルクある。まず軽い。何もないからあんまり調子乗っていったらダメだね。あー意外とね素直ですよ。でねステアリングもね穏やか。意外と世界中がコロナ自粛明けをしたんで、この86で皆さんが、世界中の皆さんがスカッとしてくれればそれでいいね。いいね、音がいいし、このフィーリング最高だね。そしてノブも同じ区間で全開に。もうブイブイです。いやいいね、これはね土屋さんの若返り薬だな。これ乗って土屋さんはきっと若返っていたな。買おうかな。谷口に1500万で売って、で300万で86買ってきて、同じようにしよう。86愛があるんだかないんだかよくわからないね。でもね、まあもちろん最高ですよ。あのフィーリングはね、もう抜群にいいし、乗ってて楽しくて、これがね、土屋さんのね、若返り薬なんだな。これ乗って若返ってんだよ、多分。そういう感じになるもん、乗ると。もうあの楽しくてね。今もあの辺ね、まあ不安感もないんだけど、あの辺にいながら、ここにいる人に、この音を聞きやがれっていう感じでね。
あ、やってたんでしょ、あの人も明らかに絶対ね、聞きやがれっつって踏んでたはずなんだよねこんな感じですよね。同じでしょ。その通り、この音聞きやがれだよそれではノブさんのこの音聞きやがれ走りをご覧ください。どうぞ。やっぱこう完成されてるから行くだけ行っちゃってんじゃない。あの他の86、まあ、言い方悪いけどもね、他の86乗るとやっぱ大丈夫かな大丈夫かなってこう様子見ながら乗るもんね。俺のだとやっぱこう完成され尽くしてるから、もう行けるだけ行っちゃえみたいな。その後俺が何とかする。谷口が言うように若返りの薬だと思うよ。そういう車だね86って。土屋圭一は今年も全開で走ります。 A86 と共に。